お盆期間だったのですが、打ちたくなってしまい放で、今日打つのは寝台の北斗の拳です。シリーズ最新作がラッキートリガー搭載のスマパチです。大当たり確率 348.6 分の1、 ラッシュ突入率 80%、 ラッシュ中大当たり確率 40 分の1、 ラッシュ中の転落率は 136.9 分の1、 継続率 80%、 ラッシュ中に発動後の上位モードに入ると転落率 275.9 分の1、 継続率約 89%、 右打ち中の 70% で1500個を狙まんないます。この俺の戦いを。今の音が K フラッシュモードの入賞音です。発生で信頼度は 27.3% です。牽制チャンスからのバトルは後半スタートです。ウイグルは 23% です。画面シェイクはチャンスアップです。カットイン緑は弱いですね。全体的に足りなかったので仕方がないですね。口ほどにもない。ギアクラが鳴ったので信頼度 97.5% です。もうこれは安心して見れますよね。回転数が103回転、投資8000円です。早い当たりで助かりました。天地を砕く冒険も、この一握りの心を砕くことはできん。転落を引く前に当たりを引けばいいのですが、なかなかうまくいかないんですよね。サウザーとシーンは 62.5% で一番信頼度が低いです。いやー、1回は出玉が欲しいです。食らったけど当たりました。V 入賞時にモノクロ演出が発生するとラッキートリガーの無双牽制チャンスに入ります。今回はダメでしたね。ラオウに変えてみました。演出は過去作継承で流刑が出なければ大体勝てる流れです。入刑以外なら期待度 80% 以上ですが、過度の期待は禁物です。我が剣は我流、我流は無剣、天賦の才を持つ御社生、雲の竜。
銃座は 97.3% なので、これはもらったでしょう。これです。これが無双転生チャンスです。演出成功で上位スキルのハイパーバトルモードです。チャンスアップが一つもないとさすがに厳しいですね。我が県は我流、我流の武器を才を持つ五射精、雲の竜座。連続で無双転生チャンスですよ。これは欲しいです。サードにあるあれはチャンスです。あれに期待しましょう。ここです。ここで決めてください。いったいった、やりましたよ。ここから 89% ですよ。期待しかないです。
刺激にマムカツ行きましたね。ハイパーバトルモードだと安心感が上がりますね。これは終了のピンチです。最強の北斗を誇る者の名はラオウ。まだ終わるには早いんですよ。閉店時間が近かったので終了しました。お盆期間の勝負なので運任せでしたが、無事勝つことができてラッキートリガーも引けてよかったです。本日もご視聴ありがとうございました。